それでは糸のオープニング3、2、1。はい、そういうわけでですね、どうも片岡千太です。今日はですね、特別ゲストを呼んでおります、はい、そしてお忙しい中、まあまあ暇だって言ってましたけど、なんとなんと、はい、ミラクルひかるちゃんです。どうも、伏せパイセンにいつもお世話になってます。今日の自分があるのは伏せパイセンのおかげだと思っております。ミラクルひかるです。よろしくお願いします。気合入ってます。よろしくお願いします。ミラクルひかるちゃんです。そしていつものピアノはイオン様です。イオン様、いやいやいや、本当にありがとう。今日、いやいや、こちらこそ。もう忙しくても来るに決まってるじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。どうどうも。いやだけどさ、大先輩を YouTube にしてみたら、俺ここ最近始めたばっかりで。そうですよね。あの、ニッチもサッチも行ってないのよ。ニッチもサッチも行きますよ。何をおっしゃる。私はいつも見てますし、うちのスタッフはね、本当我慢できないみたいで、ミラクルの力を借りたいって。すいません。もしちょっとでもお力になれるなら、私もまだまだあれなんですけども。いやいやいや、本当にこれからもちょっとね、遊びに来てよ。よろしくお願いします。あの、2ヶ月に1回ぐらい一緒に、うん、俺もちょっと出してよ、そっちに。出します。ありがとうございます。超嬉しいんですけど。私の、あの、部屋に来てもらうことになりますか。ちょっと待って、お風呂入ってかないと。あんなとこもそんなとこも洗わなきゃ。気持ち悪いんでやめてもらって。本当今日来ていただいて、あの、せっかくなんでってことでね、2人で歌えたらってことで、これさ、あの、いろんな人がやっぱカバーで歌ってるけど、俺たちもやっぱりやりたいと思って、はい、俺が選んだ曲は、はい、あの、中島みゆきさんが歌ってます、はい、糸。これはちょっとね、聴いていただきたいなと思います。今日はですね、私、玉置浩二さんになりきり、はい、そして、ミラクルひかるちゃんは工藤静香さんになりきり、早いっす。これちょっと一発いってみたいなと思います、はい、そうですね。それでは皆様、期待して聴いていただきたいなと思います、はい。それでは中島みゆきさんの糸。ちょ、待てよ。誰、玉木さん。俺、キムタクじゃん。ちょっと黙っといて。ちょっとやれよ。ちょっと行こうか。行きましょう。ヨンさん、お願いします。呼びます。殺すよ。Oh.
ちょっとミラクルとやると電波みたいなのが来るって間違える。今日は歌を、うん、ね、そうですね、行きましょうかね。行こう、それじゃあヨン様お願いします。ワインレッドの子からふぅ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 